さあ走るぞ、かひろみのせーのクルモーゲー。さあ昨日ちょっと見ていただいた今回ミニ四駆メディアミーティングのメディア対抗レースの模様をね、私の代わりに、マネージャーのディエスコイが行ってきてくれたということで、昨日も VTR 見ましたけれども、なんとですね今回はかえちゃんの、いやかえちゃんがかえちゃんのでいいのな、普通にかえちゃんのですね、エアローバンテブルーメタリックがですね、今回メディア対抗レースで走ってきたということで、ディスコイが代わりに走らせてきてくれたということで、その結果をね、かえちゃんも実はまだ見ていないので、ここの VTR を見て結果も楽しみに見たいと思います。それでは皆さん VTR どうぞ。4月21日木曜日にタミヤプラモデルファクトリー新橋店でミニ四駆メディアミーティング&メディア対抗レースが開催。メディア対抗レースでは20以上の媒体が参加し、白熱したレースが行われました。今回はノーマルモーター縛りでレースはどうなったのか、かえちゃんのエアロアバンテはディスコイが代理で出場。果たしてレースの結果は。かえひろみのディス玉、すみません、ディス玉ですけど、メディアさんたちの前で言っちゃってるから、ね、ちょっと恥ずかしくなっちゃうんで、お知らせに来たんですけども、エアの番を待って代打ディスコイで果たしてどういう走行を見せるのか、乞うご期待。では頑張ってよ、ちょっと全部で20台以上並んでおります。20台、かっこいいな。これは木ですかね。木ですかね、これ。木風のステッカーですね、これね。なんかシールで車なく貼ってありますね、これ。ナイズエンペラーもうこんなに。かっこいい。ね、でもちょっと今のマシンでは思えない。これ外も走ってますねみたいなね。発掘ですねこれね。出てきたっていう、このちょっとランナーというか、このサイドガードなんて見てください。サビ感がすごいですね。ローラーもすごいな。なマシンって。この3台、今日はちょっと優秀賞とさせていただきたいと思いますが、まだこの中から1台を最優秀賞選びたいと思います。最後にじゃあこちらのマシン、ライゼンプラーが最優秀賞だと思う方、なるほど。というわけで、どうやら今日の最優秀賞は決まりました。こちらのワンにしたいと思います。ありがとうございます。もう本当にどういう風に再現してるんだろう、圧巻の仕上がりでした。はい、ちょっとこの迫力がすごかったですね。そしてサンミュージックは甲斐選手でよろしいですかね。サンミュージック甲斐選手どうぞ。代打ということでマシンは甲斐さんが締めてる。
あ、林に一勝するマンダトップ、そしてその横を5号車がスイッと出てきた。2周に入ったところでトップ続いて2コースからヤフージャパン八塚選手、3コースからは OK ウェーブ。この一瞬で全てを感じ取った感じ、あのすごい嬉しい、すごい頂点まで行って一気にこの落胆する感じ。しかも2回戦やたらと早くコースアウトしてるじゃないですか。なんだろう、このなんかちょっとほんと何分間でなんか一生のなんか気分を味わっちゃった感じ。なあ、惜しかったけれども、かえちゃんだよイエローバンテ。いや、嬉しいことに1回戦は突破してましたね。そしてなぜだか2回戦でコースアウトするって、これ何なんでしょうね。やっぱモーターのなんだろう、鳴らし運転とかの差もあるんでしょうかね。そういうところでモーターっていうのは威力を出したりするので、かえちゃんは今回ちょっと鳴らし運転が足りなかったような気もしますね。急に多分1回戦で頑張るぞって言ってモーター一生懸命走ってくれて、2回戦で急に、え、僕2回戦も出るのかよみたいな、いつも1回戦で予選終わってるじゃないかみたいな、もうなモーターがちょっとね、恐る恐るしてる感じがすごくしましたね。しかし今回皆さんすごく早かったです。いやー、すごかったな、早かった。ちょっとねこれ今回ノーマルモーター縛りでやったらということなんですけれども、やっぱその同じみんなノーマルモーターで走ってんでもこれぐらい差が出るっていうことは、本当にちょっとした差で随分速さが変わったりだとか、やっぱモーターのねその鳴らし運転とかも全然違うんじゃないかななんて思いました。残念ながら2回戦敗退でしたけれども、かえちゃん今回のメディアミーティングの対抗レースのちょっと1個を読みたいと思います。来年は3回戦で笑顔になる。ありがとうございます。来年、メディア対抗レースが出ましたら2回戦ではなく3回戦目で笑顔になりたいと思います。ということは決勝に向かっているということなので、かえちゃんこれからもどん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 改造して、ちっちゃなことでもねちょっと自分色に染められたら、自分色にかえちゃんのミニ四駆が作れたら嬉しいななんて思います。いつも YouTube チャンネルかえ玉にコメントありがとうございます。これからもちゃんと返していきますのでコメント見てくださいね。それでは今回メディアミーティング、メディア対抗レースのリポート、今回で終了ということで、これからもミニ四駆たくさん